青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。青春ライバル物語、77、78デビュー女性アイドル編、1981年後編。さてここからの時間は青春ライバル物語ということで、同世代ね、同時期にデビューした何人かのアーティストのねデビューから、あーまあね、そのディスコグラフを順番に追っていって、そのね、それぞれ切磋琢磨しながらのそのね、ライバル関係のその成長の歴史と、それからねその背景でね流れていく昭和歌謡というね一つの時代の流れ、そういったものをねこう平行でたどりながら人間ドラマを炙り出していこうという、ね、なんかそんな感じでね、そんな感じの企画となっております。今回は77、78年デビュー編ということで、まあ平たく言えば榊原郁恵、高田瑞江が77年デビューです。そして78年が石野真子と石川ひとみということでしてね、ほぼほぼ同世代、石野真子がちょい下ということなんですよね。でそして先輩である5年ほど早くデビューしている桜田淳香、山口百恵、そしてね、岩崎で2、3年前かなデビューしてね、あのそのあたりでもほぼ同い年なんですが、まあ、デビューがちょっとねこう高校卒業してからのデビューということで、全員が若干ちょっとこうね、デビューした時からまあ完成されていると。それがまあ、コートまあね、吉と出るか京都出るかみたいな感じで両面ねこう あるんですけれども、諸刃の剣じゃないですけどね、左手から完成度高くて、曲がたくさん出てるんですが、まあ、若干初々しさに欠けるというのもあって、ね、その直接ねその当時77年代後半そのニューミュージックブームがやってきまして、そのニューミュージック勢たちと比べられることになるというね、あるいは同い年でありながらねちょっと先輩である山口百恵、桜田淳子とも比べられてしまうというね、でそこはやっぱりその同い年であっても先にデビューしてると、それそこまでのそのねこう蓄積のドラマがありますんで、そこはねやっぱストーリーね叶わないですよね。でいきなりねそんなこう言うたらちょっと成熟してる世界の中で掘り込まれるわけですから、まあ不利は不利ですよね。でもその、ね、70年代の後半、ね、70年代に培われた様々な、経験とか技術とか、まあその辺のね、作り手の楽曲の作り手の作詞作にもそんなこう反映されているので、打作はほぼないです。打作そうですね、でみんなやっぱりいい曲ですし、歌もいいし、歌唱力もねそのいや全然ねそれぞれに個性があって、表現力もちゃんとしていて全然楽しく聴けるわけですよ。もっと売れてもよかったんだなと思うね、でもなかなかね、高田瑞江だけがデビューしてすぐにね30万枚打ったんですが、一番時代とドンピシャで当てたんですよね。でもそこから、ちょっとずつ高田瑞江の、ね、個性もその時代と離れていって、70年代後半から80年代にかけてはやっぱり非常にねこう迷走の時期っぽくなるわけですよ。ね、榊原郁恵と石野真子についてはもう個性キャラクター的にはもう全然ねベスト10の常連だってもおかしくないのにね、そこがうまく噛み合わなくて、なかなかヒットがです、まあ、スマッシュヒット止まりというかね、その認知度とかねテレビに出るねそのこう見かけるねその回数とか活躍ぶりからすると本当にレコード売れてないんですけれども、まあそれでもその78年79年にかけてそれぞれにね、まあ、あのヒット曲を出してきましてね、ちょっとずつそのこうね成果が出てくるわけですけれども、問題は1980年代入った時に大きな時代の変化が起きると、山口百恵の引退、キャンディーズの解散、ピンクレディの解散と、そして、80年組がデビューしてきていて、あっという間に世代交代が起こってしまって、その間に立つねそのこの77、78年デビュー組が一番割を食うわけですよね。特にね、まあ、80年代入ってからはもうそのね松田聖子の登場によってですよ、ウイウイさでもう勝負できないし、ね、かといって山口百恵がね、あんな形でね、まあ、大きな存在となってね、去っていくわけですから、それ比べられますよね。で、ちょっと自分で年上だったのに、ニューミュージック勢の人たちが出てきてね、そこで人気があってくると、どんな歌を歌っていいのかっていうね、やっぱりそれはみんな迷うところです。
そして今回は1981年編ということでして、ね、まあ、79年から80年にかけて、80年から81年にかけてね、もうセールスはみんな落としていってるわけです。もうベスト10なんてもう全然入らない。まあ、かろうじて高田みずえがね、私はピアノでね、こう、起死回生のヒットを飛ばしますが、すぐにね、やっぱりこう、また、元に戻ってしまうというか、繋げてはいけないんですよね。ね、ね、そのまま、もうね、時代の流れに傾倒しされていくのかと思ったら、思いきや、前回の81年の4月21日に石川ひとみが待ち伏せをリリースしまして、これが起死回生の大ヒットですよ。39.7万枚、岡田40万枚です。最高位も6位ということで、この時代にね、ニューミュージック勢は入っている、そして松田聖子、ね、田原俊彦、そして近藤真彩子が出てくるね。もちろんまだ、秀樹とか樹とかもね、まだこう全然ベストに入ってきている。そんなね、だ厳しい、もう本当にそのこうね、層の厚い中でベスト10入りするわけですから、なかなかそれはもう本当に起死回生ですよ。本当にもうその苦労がね、報われた感じがしまして。いや、それもこれも一つの答えですね。やっぱりそのアイドルから脱皮していって大人の歌を歌うときに、そのニューミュージックというその流れをいかに取り入れるか。で、今でこそ俯瞰して眺めていくので、まあ、ニューミュージックというものはどういうものか、どうすればヒットするのかしないのかというのは、なんとなくぼやっと見えてきてるんですけど、この頃はまだまだ、そのね、中にいるとわからないもんでして、なんとなくね、これをニューミュージックっぽいけど、これはちょっと70年代っぽくって、やっぱり古さを感じさせるなっていうものと、これは、あ、ちょっと新しい音楽だと。パッと聞き変わらないんですけどね。で、それで言うと、待ち伏せという曲は、リリースは76年ということでして、ね、ちょっと前なんですけど、それの時からしても、ちょっと斬新な、ちょっとコード進行してるわけですよ。ちょっと筒美京平っぽいんですよね。そんなにね、複雑な転調とか難しいコードは使ってないんですけれども、その、2615という、まあ、そのコード進行のパターンがあるんですけど、あれの多用することによっての、聞きやすいけれども、ちょっと、なんとなく響きがおしゃれっていう、なんかこう、なんていうのかな、こう、ベタじゃない感じね。予定調和じゃない感じがちょっとあって、ずっと緊張感が微妙に続いてる感じのメロディーね。で、あれが、やっぱりその、76年では、いろんなことも、歌詞の世界観とか、ね、歌詞のデビュー曲、三木聖子にとってデビュー曲だというのがあって、なかなかね、ヒットしなかったんですが、この石川ひとみが歌うことによって、やっとね、この曲の正解が出てきたと。あれは石川ひとみでしか歌えない、ね。石川ひとみのために、実は生まれていた曲だというね。それぐらいまで僕は言い切ってしまいたいんですけどね。それについて熱く前回かかたりましたんで、もう繰り返さないです。そして今回は後半です。その石川ひとみが待ち伏せの大ヒットを出しました。その後6月1日のリリースから行きましょう。1981年の6月1日にはこんな曲がリリースされました。太陽のバカンス6月1日リリースですということでして、なんかね、前回の思い出パーツもそうですけども、なんとなくその榊原郁恵の方向性的には、ちょっとレトロポップショーポップスみたいなの焼きです。これも時代的にはそれがこう確かに全然外れてないんで、この方向性全然間違ってないんですよね、うん、ということで目指しておりまして、だからキャピキャピの明るい夏のお嬢さんみたいなんじゃなくてっていうところですよね。でもこれね、まだデビューしてないですけど、完全に堀ちえみですよね、これね。だから堀ちえみの立ち位置が実は、榊原郁恵と若干被ってるんですよね。
なんで下町っぽさがあって親しみやすさがあって、まあ、特別美人ではないけれども可愛げがある、ね、そういう、ね、隣のお姉ちゃんみたいな感じ、娘さんお嬢さんみたいな感じのね。だからまあそうすると確かにこうなるのかなと。だからもう榊原郁恵は待ち伏せじゃないんじゃないですか。待ち伏せないですよね、榊原郁恵の場合は、まあまあ、普通にぶつかってって振られてもう一晩泣いたら忘れるみたいなのが榊原郁恵のキャラですからね、というとまあこの辺だから、ただね、その、まあ、言った歌詞の世界観とかが、これ別にだから榊原郁恵が歌わなくてもいいんじゃないのって思う感じが否めないんですよね。もっとあるんじゃないかっていうのが、だから結局それ見つけきれてない。でもこれ三浦義子、堤恭平ですからね、ねえ、いや、まあこれ柏原してでもいいような感じですよね。だからそこよね。だからまあ結果的には、6.4 万枚で24位です。でもはそのね、思い出パズルとか、ね、リベミルマイボーからするとちょっと売り上げ戻してきているので、これで聞き覚えがありますからね、そんなには間違ってないですよね。そのオールディーズっぽい感じというのもそんなには間違ってないし、印象には残っておりますね。はい。そして、6月の21日にはこんな曲がリリースされます。こちら石田真子です。恋のサマーダンスということでして、6月21日リリースですね。森幸之丞作詞作曲鈴木喜三郎編曲萩田光雄ということでして、なかなかちゃんとしたラインナップですよね。これね、いや、やっぱり本当にね、石田真子に関して言うとその方向性を模索しているところですが、僕のこれ個人的な印象ですよ、僕の印象で言うと少しずつ正解に近づいていってる感じがするんですよ。石田真子に合ってる世界観というのが、これその、まあ、ちょっとプリティプリティ似てるというのもあるんですけど、その石田真子の持ってるポテンシャルを割と生かしきれてて、ただ曲そのものが、そんなに、なんていうのかな、大ヒットするような曲ではないので、このレベルの曲がアルバムに入ってたらだいぶいいアルバムって感じがするんですよね。アルバムの、まあ、1曲でもいいし別に何曲でもいいんですけど、でいう感じの曲ね。であと今聞いてと思ったのは、ちょっと飯島マリに声が似てるなと思って、全然愛覚えてますか歌ってもいいし、なんならスプーンおばさんのね、夢色のスプーン歌っててもいいぐらいですよね。だから、あ、なんかそういうちょっとこうね、メルヘンチックなところの世界観は合うのかなという感じですよね。だからこのままこの世界観をずっとやっていくと、ね、ちょっとアニソンなんかとね、うまく親和性があると、そういうファンがついていくのは、まあ、石巻のキャラからするとそこは方向性としてはいいような気がするんですよね。後につながるちょっとアニメファンとのこう親和性というのは高いし、非常になんか可愛らしくて、
そのなんていうのかな、そのこう生活感のなさというのか、ね、あの泥臭さのなさがやっぱり篠真子のいいところなので、やっぱりずっとどっかやっぱりね、ちょっとお姫様っぽいお嬢様っぽいところが あって、でもちょっとだけ何か色気があるというのがね、コケティッシュさがあるというのが篠真子の魅力なので、これは非常に正解に近づいている気がするんですが、まあ、売上的には 3.2 万枚で最高は41位ということで、まあ、そんなに変わってはないですね。だからこのところの篠真子の固定ファンの中でずっとこうキープしているって感じですよね。さあ、そしてですね、続いて7月の1日です。7月の1日にはこんな曲がリリースされます。ファンタジーは榊原郁恵です。7月1日リリースです。つまり先ほどの太陽のバカンスの1ヶ月後に出してるわけですよ。どういうことってね、なんで榊原郁恵こんなことが続けに起こるんだということですが、これはピーターパンの、ね、あの舞台やってましたよね、榊原郁恵ね。その中で歌われている曲ということでして、まあ、あのリリースされたわけですよね。でこれいや、いい曲やし、何がいいってめっちゃ80年代っぽいわけですよ。そう、80年代ってこういうサウンドなんですよね。 でこういうサウンドやと思って、ね、あのクレジット見たら杉正道作曲ですよ。それ80年代っぽいわ。なんという曲で、バカンスはいつもレインの人ですよね。だからまあ、ちょっとメロディーが凝りすぎたところはある気はするんですが、でもすごくその杉正道が作った感じがするし、80年代っぽいし、なんていうのかな、いい曲ですよ、時代にあった。でもうこれはそういうピーターパンの曲だということで、多分ちゃんとプロモーションしてないし、テレビで歌ったりしてないです。ただ太陽のバカンス歌ってるんで、だからこれ売上的には 1.8 万枚で最後57位ということで、でもね、これ坂井くらいずっとこれ聞いていただいた方はね、そのお気づきと思うんですけど、その合間合間にそのナッキーはつむじ風とかのね、主題歌が通常のリリースに合間に入ってきてて、ね、それはまあそういうね、その主題歌とかタイアップなので、プロモーションしてないんですけど、そっちの曲の方がいいやんと。こう言ってみるとポップロックとかね、いや、そういうドラマ主題とかこの主題歌とかの方がやっぱり榊原郁恵本人に合ってるんですよね。自分が演じている中のその歌っている曲なので、等身大で合ってて、だからこれもやっぱ榊原郁恵ってこんな子やし、なんかすごく歌ってるとか目に浮かんでくるし、いい曲なんじゃないのって、こう例えば夏のお嬢さんが、まあ、若さはち切れるばかりの、まあ、ティーネージの頃の歌だとするなら、そのままの進化系がこういうところに来てて、ちょっとお姉さんになってるけど、でもちょっとね、まだまだおキャンですよ、お茶目ですよみたいな世界ね、が榊原郁恵の正解なような気がするんで、これを主流にすべきなんじゃないのと思うんですけど、その当時のね、スタッフの皆さんどうお考えだったんでしょうか。気にはなるところです。さあ、どんどん行きましょう。7月の5日です。7月の5日にはこんな曲がリリースされます。このまま笑って散ればいつもの調子で
のお店を出たらふざけた調子でバイビー。時折の雨に濡れて歩けば気まぐれな恋で高田瑞恵です。涙のジルバということでして7月5日リリースです。おー、なんかこうね、高田瑞恵らしい曲がなんか戻ってきたなって感じがするんですけれども、こちら、松宮京子さんがね作詞作曲ということでして、これね、そのやっぱり愛のイマジネーションが微妙だったということで、セールスもドカッとね、私ピアノだと落としてしまうわけですけれども、私はピアノが 49.3 万枚で、ね、愛のイマジネーションが 5.9 万枚まで落とすわけですよ。そしてこの曲なんですけれども 9.6 万枚まで持ち直しまして、最高位も22位ということでしてね、全然もうね、ベスト20目前ということですから、やっとまたそのデビューしてからちょっと後のだからパープルシャドウの頃まで戻ってきたわけですね。一時ずっと2万枚3万枚という時代がずっとあったりとかしたのでね、ここは非常にこういいところ、なんかこう復調というか元のところに戻ってきてこれたって感じですよね。で、曲の感じもそのやっとその私やピアノがあれが正解だとするなら、それをちゃんとこうね、その設計図を元にしてる感じがしてて、つまりその歌謡曲らしい分かりやすいね、メロディーに、でもアレンジとかその歌詞の世界観とかはちゃんと時代に合ってる感じにしている。ね、高田瑞恵もその、ね、元々持ってるその変な癖のない、でもなんか印象に残るね、歌い回して歌ってて、だから高田瑞恵のいい声も出て、でその愛のイマジネーションで失敗したところ全部やっぱりちゃんとチャラにして、もうね、真夜中のギターみたいなアイフォークソングとかもやめて、ちゃんと歌謡曲の中で80年代に合うその歌謡ポップスっていうな、それもその20代の女の子が歌う歌謡ポップスというところになんかこう落とし込んできたところがありますよね。まあメロディー的にはちょっとなんていうかベタすぎて若干感心しないなと思うところはあるんですが、でも全然こういう曲はまあ歌謡曲の特典なのでね、いいと思います。まあセールス的にもいいところだと思います。高田瑞恵的にはこれをよくね、ちょっとこう復調した感じがありますよね。さあ、そして7月の21日にはこんな曲がリリースされます。
バーニングラブ石野真子です。7月21日リリースですということでした。なんと2ヶ月連続リリースということになったわけですね。恋のサマーダンスと、なんでそんなことにという気がなるんですけど、それには理由がありまして、なんとこれがを最後に石野真子は結婚引退をするということになるわけですね。多分あれライブ級だったですもんね。あれ全部、ね、あの長渕選手が悪いんですけどね、ドタバタとしたと思うんですよね。だからまあね、多分契約もあるしもろもろあるんで、もう大急ぎで手で次に出した感じがしますよね。でこの曲なんですけど、まあ、作詞松本零士、そして作曲積み木浩平ということで、ね、誰って感じがするんですが、ジュリーがライバルのねコンビですよね。だからまあ石田真子のことをやっぱヒット出したコンビですね。編曲萩田光雄先生ですよ。これさすがですよね。あの80年代に入っての萩田先生の、ね、アレンジはすごいまた冴え渡るわけですけど、これももうねそのままあの何やろ、その松田聖子のヒットをちゃんとこうね落とし込んできてて、80年代のアイドルポップス、なんならポップスの王道を言ってるアレンジで、これすごいいい曲ですよね。そのいやだから曲そのものがじゃあこれがそんな大ヒット1位とか取るかって言って言うと、そこまでには及ばないんですけど、ちゃんと時代の流れに合っていて、さっきも言いましたが、その後、まあ、石川優子とかその飯島真理とかっていうね、80年代のこう女性ポップスのちゃんとそこの王道のところに来てて、で石野真子の声がまたすごく合っているので、なんなら声優とかもやりつつこういう曲も歌いつつね、ってやっていくと、でアルバムもなんかこんな感じで、本当に爽やかなポップスね、ちょっとこう20代の女性のこれから80年キラキラしたポップスね、ハワイに制しているの夕日を見にでもいいじゃないですか。だから松田聖子が歌うような感じのもうちょっと違いまたパターンというのは全然ありえた話ですよね。これだからいや石野真子もやっといろいろ紆余曲折ありましたけど、やっとここに来て成果が見つかって、これこの感じの路線で行くんなら全然まだまだねいろんな作品作っていけるんじゃないかと思わせたところでの、引退となるわけですね。でまあこれね後に言うと、その結局石野真子さんはね今でもその活動していて、今のアルバムとかものすごくいいんですよ。ちゃんとこう自分の世界観のあった等身大のが出るなんて。だからここのところのそのねここからちょっとしばらく空白がある、そこのそのなんかもったいなさというか中途半端さみたいな気分をあるからこそ今もずっと続けてられるんじゃないかと、これ僕そう思うんですけどね。それぐらいちょっともったいないなと思うところまで来ていました。はい。まあ売り上げなんですけれども、3.7 万枚で38位です。ほぼほぼずっと一緒です。だからこのあたりは石野真子のファンはもう見放してないというか、しっかり応援してってる感じがするので、あとはプラスアルファのそのね、一般票というかね、をどうやって訴求するか。まあそれはいろんな仕掛けがいると思うんですけど、今の曲なら、全然ね、この時期の中の、キリンレモンの CM とか、ビオレの CM とか、なんぼでも、ね、タイアップの方向性はあると思うんでね、もったいないなと思うんですよね。はい。そして、もうちょっと行きましょう。10月1日にはこんな曲がリリースされます。榊原郁恵です。シャイニングラブということでして、10月1日リリースです。
でね、いやもうこれずっと今日のね、タイトルね見ていただいて分かると思うんですけど、恋のサマーダンス、真夏のファンタジア、バーニングラブ、シャイニングラブと、ちょっとタイトルに芸がない気はしますよね、その全般的にね。でそれで言うと高田みずえの涙のジルバっていうのはちょっと印象残りますよね。ああちょっと面白そうみたいな。だからそれはちょっとなかなかね、なんやろな、こうもう一歩のなんかこうオリジナリティのこう追求で言うとちょっと爪の弱いというか、A 級、つまり A 級 B 級 C 級でいうところの A 級の曲ではない感じがしてしまうんですね。タイトルに芸がないとひねりがないと。でまあ、この曲も、これ小田雄一郎作曲なんですよね。リュウマチコ作詞、小田雄一郎作曲、編曲村正雄ということで、まあ、作曲編曲は、まあ、松田聖子の、ね、初期のヒット曲を手掛けた方々ですけれども、だからこれでも80年代のこうアイドルポップスの 王道というか教科書というかですよね。だからよく多分アニメソングとかもこんな感じになると思うんですけど、だからでも高田ちゃん榊原郁恵に合うかというと、でこれ榊原郁恵でなくてもいいんじゃないという気がしますよね。だからそれでは全然さっきの真夏のファンタジアの方が全然いいですよね、僕の個人的な意見ですけどね。だからちょっとそのこう方向性的にまだなんかこう榊原郁恵陣営はこう決めかねてる感じはあるなって気がしますよね。その掴みきれてない榊原郁恵の個性をっていう気はするんですけれども、どうでしょうか。まあそしてね、結果的には売上も 1.7 万枚で最高位は60位ということでして、もうほぼほぼこれはね、ちょっとこう危険水域に来てますよね。下がっていく一方って感じですね。だから真夏のファンタジアがああいう売り方をしたんで、そこの数字に揃ってきてしまってる感じですよね。もったいないことをしてるなという気がするんですけど、浮上はできるんでしょうか。そして、10月5日です。10月5日にはこんな曲がリリースされます。16の頃あなたは18、夏の眩しさ覚えてますか。はしゃいだ砂に触れ合う背中、揺れる笑顔にぽつりと聞いた。ねえ目をそらさずに、目をそらさずに好きって言える。好きって言える。二人並んだ写真の海が、ああ指先を濡らしています。17の頃、はい、こちら石川ひとみです。3枚の写真ということで10月5日リリースですね。まあ、待ち伏せの大ヒットでね、わーっとね、まあ、こうね、駆け抜けていった中ね、まあ、たっぷりとリリース6ヶ月空けてましたよね。まあ、1曲だから多分ペースを飛ばして、待ち伏せでガーッとね、行って、そして、一段落ついたところでのシングルということでして、まあ、期待はされますよね。待ち伏せの後どんな構成を歌うのか。いろんな答えはいくつかあったと思うんですけれども、出てきた答えがこれなんですよね。でこれは、三木聖子ね、待ち伏せの三木聖子の曲だったんです。これもなんか三木聖子のラストシングルということでしてね。でこれなんか地味なフォークソングですけど、作詞松本隆、作曲大野勝雄なんですよ。まあそれは、ね、大ヒットコンビですよね。でもうどうでしょうか。まあ、売れるか売れないかと聞かれたら売れないですよ。ねえ、言うても、そのね、77年リリースの曲でして、その時も売れてないわけで、と思うんですよね。でもこれはまあね、その、こう、もう話によれば、社長の鶴の一声でこの曲になったというね、ことらしくて、
あの余計な口出しをするなと思いますよね。あの だからそこよね。だからまあもう時代が変わってているので、なんかまあ若いというかのスタッフで作らせていくべきだったんじゃないかなと思いますよね。思い入れはわかるんですよね。これその非常にこういい曲でして、感動的な曲ではあるんですけど、それは伝わらないですよ。シングルとして出してもっていうことでね、とちょっと僕はそれはちょっと言いたいですね。なぜっていう感じはしますね、うん、で結果的には、6万枚で37位です。まあでもね、まあそれまでと比べたらね、ずっともう2000枚とか8000枚とか出てたわけですから、よく踏みとどまったなと。もう固定ファンがいるのかいないのか分からんところまで落ち込んでたところで、ね、なんとかここまで踏みとどまったわけですから、あの石川ひとみの良さというのは残ってるわけでして、まあ歌はうまいですし、こういう曲歌って感動的になるんでね。でも僕はこれはアルバムでいいのになと思いますよね、一その歌謡曲ファンとしてはと思うんですけれども、まあでもまあ石川ひとみがこれ歌えた方がいいと思ったなら全然それはそれでご褒美というのもあってね、もういろいろ苦労したんだから、まあ一方では自分の好きな曲を歌ってもいいんじゃないと、もうそんなガツガツしなくてもという気もしますしね、そこは何とも言えないですけれどもね。いやもっとでもね、そういうちょっと華やかなというか時代にぴったりとあった曲を歌ってもよかったのにねとはやっぱり今でも思いますね、それは。はい、ということで、まあそんなね、本当に激動だった81年も一応これで、終わって、次回は82年です。まあ一盛り上がりが終わりましたからね、こっから先は、ね、西野真子はもうしばらく活動休止となりますので、それぞれのなんとなくね、こう安定先を見つけていくみたいなフェーズに入るので、まあこのシリーズもまあそろそろ終わりに近づいていきます。はい、もうちょっとね聞いてみる、もうちょっと気になりますからね、そのどんな曲歌ってたのか、まあ、聞く当時も聞くことはなかったですからね、改めて、一緒にね聞いていけたらなと思っておりますので、面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れずチャンネル登録をお願いします。そして3月2日にもうそろそろですね、来週ですね、生リクワイドやりますので、土曜日の夕方6時から8時の2時間です。ぜひお聞きください。そして、ラジオ大阪の情熱のラシン版もね、ラジコなどで聞いてくださいませ。では最後にまたいつも通りシェイクマイデーズのミュージックビデオ聞いていただきたいのお別れです。それではまた次回。全部未熟だって感じすぎてるんだ、だけど奇跡だって逃したくなくて、部屋の隅で歌を口ずさんで、熱い気持ち育ててみた、知られた。